ずっと一緒だと思ってたのにね。そういうこと。名前も書いてないからいたずらだと思ったんだけどさ、来てよかった。ゆうな、久しぶり。元気してた？うん。いつでも会えるって思ってるうちに時間ばっか経っちゃってさ。次の指令は東ブロック最前列右から5番目だったっけ。つまりこれだろ。ああ、ご無沙汰。パインにも届いてたんだ。まあね。3ヶ月ぶり？ずいぶん経ったな。何言ってんの、二人とも勝手に船降りたくせしてさ。やったけど腐れ縁だからな。おかえり。ただいま。兄貴は？ダッチと買い出し中。それよりさ、新しい手紙、ユウナ、読んで読んで。うん。宿の木へ向かえ。自分たちの力で最上階にたどり着けば、何かが見えるだろう。そんだけ？そうみたい。宿の木っていうと、宿の木の塔、噂は聞いたことがある。つい最近見つかった遺跡だってさ。大体の場所も知ってる。んじゃあ行こう行こう。隊員、操縦よろしく。え、兄貴にバレたら怒るだろうな。置いてこ。はい、決定。ゆり、あ、出発。うまくいかないな。いいね。じゃあ飛空艇で行っちゃう？それじゃあつまらないよ。やっぱり？手紙にあったろ。自分たちの力で最上階にたどり着けば何かが見えるだろうって。指示の通りにしよう。どうしちゃったのって感じだったよ。
かなるか。
ミッションスタート。ついてこられるのか？こいつを見たらお別れだ。
だまだ踊り足りないな。さあここで終焉さ。こっちだよ、娘さん。ダミッション終了。まず、こっちだ。ダほーれ、ほーれ。うっ、わいわいわい。命中しないはずがない。じゃあおじゃー、死んじまうみたいな声出すんじゃないよ。濃いね。返して、リザルトプレート返しなさいよ。しつこい上にケチンボだね。返しなさい。はいはい、返すよ。もう一度奪い取るだけさ。
これでおしまいだよ。短い付き合いだったね。今度会ったら泣かせてやる。逃げるな。リュック、何が起こっているのかわからなくて、でも踊っているうちにいつの間にか、ユナン楽しそうだったよね。うん、誰かの楽しい気持ちが流れ込んできたみたいな。リザルトプレート使うとそういうことあるし、スフィアに映ってる人の気持ち入ってきちゃうみたいだし、なんか危なくない？なんとも言えないし。お前が作ったんだろうが。僕まだ子供だし。ブッフンブッフン、ユーナのダンス俺も見たい。高いよ。そうなのか。本気？違うのか。うわぁ、ジョーフロフがカモメタンマミシユテ。ユーナ、俺の言葉。ねえ、本当に上手くなったんだよ。あのね、私ともっと話したいから練習したんだって。行くに決まってる！祭りだ祭りだ！情報解析中。ドハリ！フーラミ。ラチさんは兄貴さんの幼なじみ。2年前も一緒に飛んでたんだって。知らなかったって言ったらがっかりしてたよ。この子はパイン、スフィアハンターの先輩っていうか仲間だね。パインのことはまだよくわからない。おしゃべりする方じゃないから。私より少し先にカモメ団に入っていたらしいけど、リュックもよく知らないんだって。どうしたんだ？内緒。楽しんでる？もちろん。きっかけは、君に似た人が写っているスフィアを見たから。君かもしれないし、似ているだけかもしれない。他にもそんなスフィアがあるかもってリュックたちのカモメ団に入ったんだ。カモメ団っていうのはスフィアハンターで、スフィアハンターっていうのはこんな感じ。今は毎日元気にあちこち飛び回って楽しいです。ちょっと気にしてたんだよね。
無理やり連れ出したみたいでさ。ううん、そんなことないよ。この子はシンラ君、アルベド族の天才少年。Yeah.